運転頼むな。ええー、任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね、ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？分かった、行ってみるわ。参りましょう。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。もしやノクティス様でいらっしゃいますか？ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら？ああ悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか？うん。ああ何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも改装する場合。指輪をノクティス様へ。私の代わりにどうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でももう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、帝都へ向かわれるのですか？ああ。レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。では列車に乗りましょう。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ？ああ。本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。そんな噂が現実味を帯びてきたね。ノクティス様。ん？ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった？ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと
助けだったよ。そうか。まあ多分ありがとうな。ルナ・フレーナに近い次女の娘か何か。かつてレギスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスも、カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。壊れた車両は別のに取り替えて出発準備してますから。いや、出発したい時は俺たちに声をかけてもらえれば。5人ぐらいしか乗らないのにそんな新しくシャドウをつけたんだ。